ロクタです。ニューアースと聞いて、どう感じますかこれはそうですね。排気ガスをまき散らす工場が一つもなくて、上に乗ることができるくらい、やたらとでかい植物が育っていて、そこにはしごをつけて、家として住んでいて、シチリア島ですか地中海 というくらい穏やかな気候の中で人間は全裸ほぼ裸の薄着状態で豊富な木の実やフルーツを食べたり野菜畑からトマトを直接取ってむしゃむしゃと食べて「ああうめえ」とか言って裏庭にある湧き水をゴク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  と飲んで、ああ、このために生きてるって言ってみたり、天然温泉に使って、おって、おたけびをあげたりして、本当に気持ちの良い最高の環境を思いますね。あの、それ、ただの田舎暮らしじゃないですか。そんな声も聞こえてきそうですが、 ままあ話を最後まで聞いいてくださいよ実は田舎じゃないんですよ科学技術が発達した未来の東京の話なんです2018年1月30日の時点ではそうなっていませんよ2020年開催のオリンピックに向けて都市開発がされている最中なんですが そうですね。2048年頃までには、そんな風になっていると嬉しいというか、テクノロジーの発達で、エコロジーも進歩して、自然とテクノロジーの融合し、自然とテクノロジーの融合した地球にも人間にも優しい環境。30年後の話なので、俺はとっくにおじいさんですが、 本当に人間に優しい環境になっているそんなことを考えてしまうんですよねあなたはどうでしょうか実はそういう話じゃないんですよアメリカのスピリチュアルリーダーが書いたこの本一言で表すと今ここ 今この瞬間を生きなさいという意味なんですけど大丈夫ですかねこの本のタイトルは聖書の予言から取ったそうです旧約聖書でも新約聖書でもこれまでの世界秩序の崩壊と新しい天と新しい地の誕生を 予言言すするる葉があるそうです新しい点とは人類の意識の変容の始まりのこと新しい地とはその変容が反映させる物質的な領域のこと 人類の生命と意識は本質的に地球の生命と結びついている人類が新しい意識を持つようになればそれにこ応して地球の多くの場所で地理的にも気候的にも自然に大きな変化が起こるらしいのですが人間の意識の話なんですよ うろクちゃんもう難しい話を出してきた勘弁してくださいよそんなふうに思いますかねあなたにきちんと伝わるように頑張ろうと思うんですけどある禅の老子と弟子が山を歩いていました険しい山道を歩き川を渡った後に岩に腰掛けて おにぎりを食べてみました。その時弟子が老子に聞きました「師匠禅に入るためにはどうすればよいでしょうか」「老子は黙っていますしばらく沈黙がついたので弟子が落ち着かなくなった頃に」 老子はこう言いましたお前にはあの谷川のせせらぎが聞こえるか弟子は答えました谷川のせせらぎ何のことをおっしゃってるんですかそれまで弟子の耳には谷川のせせらぎは 一切聞こえていませんでした税について考えるのに夢中でしたのでしばらくして心が落ち着いてくると弟子の耳にも谷川のせせらぎが聞こえてきました「今は聞こえました!」老子は言います。 そこから禅に入りなさい弟子はハッとしましたそれは弟子にとっての最初の悟りで禅を意識せずに禅に入った瞬間でした後に弟子は老子にこう質問しますもし 私があの時谷川のせせらぎは聞こえませんそう答えたらどうしましたかロシアは答えましたそこから禅に入りなさいどうでしょうかまた今こことは自分の中の 生命感を感じることだとも言えるそうですあなたは自分の呼吸を意識していますかああそうですか考えたこともないですかではちょっとお時間をください呼吸の吐く数を感じてみてください 眺めてみてくださいどうですか呼吸を感じることができましたでしょうか次は呼吸の吐く吸うの間を 感じてみてください。あ、すみません、わかりにくいですかね。呼吸って吐くと吸うに分けることができますよね。間間というのは吐くと吸うが切り替わる一瞬のことです。 ちゃん何訳分かんないことを言ってんですかそんなことに何か意味あるんですかあるんですよ実はその「はく」と「うの間に俺たちは意識につながってるらしいんですよねですからその瞬間を繰り返して意識につながる時間を増やせばいいんです 意識につながる時間が増えたらどうなると思いますかエゴから切り離されるんですよ。エゴから切り離されると、あなたの心には平静が訪れます。その心の静けさをすべての人が持ったとしたらどうなりますかね新しい地球になりますよね。 確かにそうだと俺も思いますそしてそういった意識の人々がもし X ブッダを学んだらさらにすごいニューアンスになりそうな予感がしています。